テンションじゃん。待て待て。どうもガラワンです。はい。どうしたんですか。いや俺明日結婚式なんですよ。俺こんなあかんかな。俺明日結婚式で。はい。俺心霊スポットこんなあかんかな。まあ最後にね。え、なんで最後って死ぬみたいなのなんなん。結婚おめでとうの写真で俺だけ狐になってたらどうすんの。車とかもやば、危なかったよ、行くけど。まあもうすべて。事故りかけてるから、車。そうですね。よくないねんって。よくない流れができてます。結婚させてくれよ。今回ちょっと、いつもよりほんま強い人呼んでるんで、ちょ紹介していいですか。はい。結婚アドバイザーの宮本さんです、どうぞ。どうも、千手観音の兄貴、日本中観音です。日本中観音さんでした。ほんま来たくないんすよ、はい、俺マジで。そのために、守護霊となってきました。何なん守護霊となってきたやつ初めて。もう俺ほんま今日楽しくないんすよ。そうっすね、明日控えてるんで。控えてるんで。ちょっと聞こえちゃったんですけど。そうっすよね、タイミングがエグい。タイミング良くないよ。よくする。心霊スポット行かなきゃ。俺レナちゃんに言った時なんで今日行くの。必殺仕事人じゃないからいかんでもいいと思うで。もう今日はしかもこの車の形が良くない。いやいや全部の車が人さらえる車しかしかも後ろ見えてるんですよ。これっすよ、建物です。横の広さえぐいよ。こう横から見たこれも横から見たら男女小屋やん。ほんまや。そのぐらい。いやでも今回は俺今日ほんまあんま攻められへんで。さっき言ったけど。でも人数少ないで。え、だからもう全員もうカメラ。じゃあゆうやくん、ゆうやカメラ本名でもなくなったところ行っていいんすか。はい、もう行ってますよ。俺結婚式グリンドします。グリンドって何。こいつグリンドするんで俺僕後ろからティラッチします。うわぁ、ちょっと何モード今7モードしかも何で損ついてるの。ええなんか今どこわぁってなんか上らへんから聞こえたんすよ。え、この辺やんな。この辺左ここ、なんならお願いします。潜入捜査課1号。うわぁ、ちょっと待って、扉の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 。えぐい。ちょっと、うもうびっくりした。すいません。こんにちは。こんにちは。あ、一応ここの不動産屋さんの知り合いで、そうです。あの宮本さんなんですけど、YouTube 撮影ちょっと許可いただいて、はい。どこ？野崎の？いや、不動産屋さんが持ち主が宮本さんです。宮本ってどこの支店に持ってき？どこの支店かわかんないですけど。戦速しすぎる。あれが一番危ない。探偵の戦速の仕方。この中の坂があってるっす。ディズニーランドの作り一緒っす。そう、ディズニーランドで、その、何行きは楽で楽しめて、みたいなことしてないよ。してないですか。俺も行くか。行きましょう。人おるかな。すいません。すいません。すいません。これ一応心霊系で、え、ここの方は知り合いやったんですか。すごくいいとこやった。すいません。もう亡くなられてますよね。もう3年ともね。とりあえず帰りますか。死んで言うた後にいとこき飛んできてるんで。いやちょっと普通に一回一回一回ちょっとまちょっとこのディズニーと同じ作り。一応いとこ。はい。大丈夫です大丈夫です。死んだいとこの家に知らん男さんに入っていくんですよ。それ質問するわ。大丈夫。めちゃめちゃ質問攻めです。質問攻めは飛ぶよそりゃ。
構一応集団自殺あった物件っていう紹介されて、はい、来たんですよ。その集団自殺のいとこ、だいぶ何か深いこと知ってて、絶対それで、うん、でそこ行けよとか言ったやん。隣の隣え、これ3件おらんってことは3件集まって自殺した可能性あるじゃん、この物件で。いやし、だってそれあるで、そもそもあの人が生きてるかどうかですね。いや、それはおかしいやろ。その次元じゃないやろ。なんなのマジで。すいません、なんすか、やめんけど太陽掴んだんすか。じゃあ見ますよ、ここキッチンですよ。めっちゃ嫌だよ、完成キッチンで。まあ、何もないキッチン。ゴマみたいな光で。うわっ！うわ、危ない。これは何ですか？家族だけ頑張るために至るっておかしい話。いや、俺もうマジで無理やわ、俺ここ。無理だ。うわ、ここえぐいわ。うわっしゃ、大丈夫ですか、何してるの。ケータ落としちゃった。落とし方、落とす場所間違えてるやん。どこで落としたの。ケータ落としちゃった。どこで落としたの。俺ともおるやん。すいません、結んでもらっていいですか。どれこれ。武器あるやろなあ。あ、ちょっお前もうほんまに。おい、おい、おい、あ、あ、えぐい。どうした、トイレの中見ちゃった。なんかあったんすか。で、なんかあった。え、絶対そう。ちょっと山村見てきて。ちょっと待って待って、それやめよ。え、その臭い系ちょっと俺、あ、これなんか見た瞬間頭めっちゃ痛い。ちょっと待って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 、あ、ちょっと待って、ちょっと方面症揺れてる。トイレの中見た瞬間ガチ立ちくらみした。ふわってくらってな。ふわってって、悪いもんしてるやん。ほら、何の音今。こういうの明らかに。え、ちょっと待って、これ一個言っていいですか。これ英語のこと聞いてたす。どうしたんですか。じゃ一回方面証明しよう。え、マジでマジで、一回ちょカメラが、お前山盛り撮っとけ、俺、はい、ちょっと一回。これ、集団自殺じゃないですか。多分練炭焚いてんすけど、見て、そこの穴塞いでんすよ。ここね、その下も全部塞いで。ちょっと待って、待って、わかるわかるわかる。あの上やったらあれだけやけど、下まで全部やってるってことやろ。これ空気抜けへんようにしてるんですよ。で、一回山が。ちょっとどうぞ、どうぞ、どういうこと。うん、ああ、どうした。家族全員集合してますね、外で。え、外で立ってるの。そこで、入り口で。なんでな、わかんないっす。俺らのこと見てる。第三世代ぐらい立ってたっす。俺の嫌な予感、これかも。なるほど。三世代なんでな。三世代、だ子供、うん、お母さん、おばあちゃん、うん、サザエさんやん。3世代集まってたら。集まりすぎちゃう。あれ人やんな。いや人やろ、お前何世帯の霊出てるの。麻雀みたいな床なんか上がってこいよ、ほらな、さって上がってこい。な、なに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 、カメラ撮ったんだ。撮った、カメラ撮ってないわ。もう完璧に音鳴ったよ。でも撮ってないですよ。今音鳴ったやん、カシャって。カメラ見せてじゃん、みんなの。俺、いいよ、データフォルダ見せよ。あれ見て、俺最後のサムネっす。この最後、このエヴァイ君の。なんやねん、今の音。なんすか、お前ちゃん。俺ちゃうよ、やつ。俺一番最後そのサムネの壁やもん。今日動画どうも忘れてた。おおおおお、もう、なんなん。表面上見て、ゴキブリおったから。うわっ、最後にブサッてて、ポーズ、おーからまし、どうも、エヴァイチ。動くんすか。直角動いてる。んんんん、あ、これか。じゃあ、ごめんな、今のこの音でした。え、なんなん、動いてるこれ。ちょ、どっちこれ、ほんまに。さっき見た時、おらんか。ちょ、いらんじゃない。ちょ、来た。
髪の毛バレる。何の音？頭ポンってやつ。ちょっとこの線でゴキブリ払うんかな。じゃなくて頭トンってされたよ。ペチンってなってる。俺ガチな思いしてない。どのタイミングで？ペチンってならなかった？触られた感触？触られた、はい、エグい？なんか跳ねたくないですか？それは死んでる？じゃなんでこっち飛ばすん？何してるの？ええけ山もな。どうせ。お前何がいて？何遊んでんねん。なんか。行きよもうやめたいねんって俺もさ。行きましょうもう。しょうがない。タイム待って。バカ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 。待って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 。どういうこと？どういうこと？扉閉まったって普通に。ちょっともう、もうえってお前普通にやで。今ずっと動いてないやん、この扉って。お前と動けへんやん、風がないから、うん、全部閉まってるから今一切無風やん、うん、これ枷やったやん、この白い紙みたいなの置いてあったやん。今ずっと動いてんすよ。お前が閉めたん？もう閉めてないよ。でかくでかく一回、一回開けてみて。じゃあ試すで、完全開けて。今開け見切りました。閉まるんや。うわもうパッパッパッパって扉はこれだけです。もうパッと開けます。見て見て見て、これさ、気がすんで。ちょ、こっちの見て、これさ、冷静にさ、この家さ、これで友達いたもん、このまま落ちていくで。これ左にそのまま落ちて、おかしい。何これ。ちょっと変。何これ、見てもここだけおかしいよな。これ色が55クレタケ筆ペン。チキンマンです俺。あと待って、何の音？今待って、俺歩いてドンってなるか確認して。ドンっていう音はもうならないですよ。いや、な、絶対なれへんよな。でもドンなったよな、聞こえたよな。俺ちゃうで、今のほんまに。こっち何やったん？これは何もないです。俺めっちゃ気分悪いですよ、ここ。上で、ちょっとガチで。筆だけみたいな。もう部屋は気分悪いです。ちょっと待って、もうほんといいでしょ。もうカンカンとかなってんの俺だけっすか？ドンって聞こえた。もう今ドンって聞こえたのと、今カンカンみたいになってんの俺だけ？今もドンってドン。めっちゃなってるよ。カンカンって音マジで聞こえへん。今も鳴ってるよ。カンカン。ほら。カンカン。蛍光灯叩いたみたいな音。この心霊系めっちゃ乗り気じゃないやん、最近撮影。やばい話聞いちゃったんですよ。やばい話？はい。なんすか？不動産屋から連絡来たんですよ。不動産屋、はい。前の動画上げてから。はい。あれ編集っすよねって聞かれて、どこが、どういうことっすかって、僕らほんまに音入れたりしないっすよって言ったら、いや、まあ不動産やからさ、わかんねんけどさ、どんだけ調べても隣に人住んでないっすよって。ほら、拷問だったやん。確かに。だから俺ら編集ですかって聞かれたっすよ。ガチやんや。ガチっすよ。向こうからしたらもうほんまにおらんから。とりあえず嘘つかんすよ。確かに俺目で見ましたからね。しかもあの時一人で見たっすもんね。その覗いて冷静になんかさ、コメントとかでさ、いや別に人やろみたいに言ってるけどさ、あの状態で真っ暗にして外見る？でもこれですりガラス覗いてる。そうそう、見えへんすよ、この状態で。物音聞こえて、ちょっと下行きます。確かにお風呂とか、ね、奥の部屋の方、あのリビングみたいなとこ行きます。今まあ行った方がいいでしょ。
え、なんかさ、普通にさ、めっちゃ人の声聞こえるの俺だけ。わかる。え、離れてるとこで何、しかも複数人やろ。そう、複数人のわーって、それ聞こえたやつ。俺もめっちゃ聞こえた、冗談脱ぎで。ほんまに聞こえた。え、なあ。俺もほんまに聞こえてた。俺思ってた。でも、どっちなんかなと思って、わからんかったよ。え、普通に入ってない？はははは。なんか笑い声みたいな。笑い声みたいな。おばちゃんとの、住宅街のおばちゃんの話。めっちゃわかる、めっちゃわかる。めっちゃわかるでしょ。こっち行きます。ほんまにしてた。ちょ、今、ちょ、来てください。ここ閉めとく？なんで今閉まれへん？噛んでるからっす。あ、今誰かこれつけてくれたんで、焦った。これがついたんすかね。僕、開けただけですよ。しばんの？お前もうそれはええって、これつけへんと、電源つけた、こう引っ掛けへん限り絶対勝手に垂れるんですよ。僕、こう全開に開いただけですよ。さっきたまたま引っ掛かった。これだってこう外したらこう、ほんでいいか、押してみて。お前引っ掛けたやろって。お前引っ掛けた？引っ掛けた。あかん、こいつやった。お前何してん？やった、お前マジで。いや、お前やらせよ。こいつやった。釣りガラスもお前か。いや、おったや。後ろの扉開けてもいいですか？どういうこと？そこにもなんか、行って。え、待って、めっちゃ声聞こえんやけど。ちゃんと人やった。あ、やばい、上見てください。ちょ、待って待って待って、上も、なんすかそれ。え、どこっすかそれ、上。え、どこに繋がってんの。あ、最後あの声にしない。え、でも泣いてる。なんでそのさ、ちょっと一回座ります。こっちちょっと消します。ちょ、ちょっと軽い怖い話っていうか、その実体験の話なんですけど。実体験か。実体験、はい、え、僕よう、めっちゃ言うじゃないですか、これ。目つむって実家の鍵、扉全部開けて、って一周してみたいなやつですよね。そうですね。自分想像して、はいはいはい、自分の実家の家の扉全部開けて、って、うんうんうん、で、全部閉めて、まあ、もうどんどん2階でめっちゃなったやん。しかも階段上がる感じの3列住んでないね、誰も住んでない。階段じゃないですよ、普通に2階歩いてる。床の音っすよ。この前ね、まあ、財布行ったんですけど、財布、はい、寝屋川の方までちょっと財布行ったんですけど、うん、まあ、そこでもうその話だったんですよ。はいはいはい。で、扉全部開けてこれ全部閉めて、はい、で、最寄り駅まで向かって、はいはいはい、で、まあ、この話って、まあ、それをするじゃないですか、はい、だからやってる途中で人とすれ違ったりとか、うん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 、そのしたらその人が自分に取り付いてる例なんですよ。はいはい。だから、うん、家の扉閉めてる時に家の扉閉めて開けてっていうお願いで、人を想像してって言ってないのに想像しちゃうんですよ。確かにね。向こうが気づいてほしくてやってる、出てくるんですよね。自分の想像に、はいはい、脳に入ってくるんですよね。で、それで、まとまちにやったんですよ。で、なんか見えたって最後聞いたんですよ。ほんなら、見えたっす。で、女の人、いて、え、その人知り合いって言ったら、いや見たことないですって言うんですよ。え、でも女の人見えた、うわすげえって言って、で、まあ、そうやって家の中におったり、うん、外におったりで意味違うんですけど、うん、はい、家の中におったら結構近くに取り付いちゃっててみたいな、はい、で、家の外やったらちょっと危ないよみたいな話なんですけど、はい、その女の人どこにおったんって言ったら、いや家から駅までずっと僕の背中ぴったりついてきましたよ。おー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 、ちょ待って待って、もうそれ聞いた瞬間にもうティラッチしましたね。ちょっと待て、聞こえたな。聞こえたです、中っすよ。もうキッチンですよ。キッチンはな。え、俺ごめんけど、この辺に聞こえたんやけど、階段。そんな離れてた。いないっす、誰。扉って全部お前開けたよな、物色して。あ、開けたっす。やんな、よかった。閉めた記憶はないですけど。やめちゃう。
順番的に。いやでもそれはマジで順番だから前回なしやろ、うん、前回の時はちょ今回マジ止まってほしいガチで順番的にあの1回は1位でなっとほしい。あれじゃんけんでしょ。アホかお前、遅れるわ結婚式に。頭使える。いやそのおいらも遅れるじゃないですか。じゃあないのじゃんけん。お前待て、お前友人スピーチ考えた。俺はもうずっと考え、今も考えてるの。あ、考えてるの、うん、もうできたの。もうできてるの。いや、まだできてないからちょっと考えるの。そっちだよ。今日の夜もう一回考え直して最終仕上げる計画、うん、じゃあ厳しいな。厳しいな、だいぶ。まあ、いや、僕もあのなんもないよな。あの、段取り考えないとやばいっす。いや、段取りないよ。どれ泊まる意味あります。もう泊まろう、音入れたい。カメラだけ置いてて、朝回収したらいいでしょ、もう。ダメっすか。え、なんかお前、誰だよ。お前、怖いに来る。怖い。お前、誰なの、マジで。普通に。お前、ちょっとおかしいで、ちょっと。ちょっと暑いなって。ちょ、なんか、テンションじゃん。やばいじゃん、待ってくれ。やばいじゃん、もうそれやめて。マジで、何もせん。ちょっとちゃうで、お前。え、どういうこと。ほんまに。お前、ちょ、息吸わね。動かれへん状態に、すぐに動かれへん状態。え、普通にマジで膝つけって、お前それすぐガッて動かれへん。え、ガチで、あ、熱いなって。こういうとこちょっとちゃうかったぞ。え、ガチっすよね。え、普通っすよね。ガチやんか、今も。なんかお前ちょっとキモかった、なんか怖かったぞ。え、声変わったってことですか。ちょっと、なんかもうテンションがなんか、グッて。え、バキッつって。ここら辺で山ちゃんやんな。え、山ちゃんガチガチ。地元どこ。え、春樹。で、お前、中部の男児は。あ、地元大正寺。で、お前、あれはお前が中学校の時に埋めた。おい、待て、お前と。もうええって、それ。お前埋めんぞ、二人。もうええ。もういる。よかった、確認。山ぐらいだね。山ぐらい。暑いぜ。誰か泊まる。帰る。帰りましょう。毎回俺は帰ると思ってんで。最初はグーじゃいけん。はい、よしよし、コツした、コツ。よし、おーし、おいか止まんのこれ。俺止まって、一人倒されてくれ。よしよし、カメラ仕掛けよう。はい、まだ一人かくれんぼでもしてもらって。ちょ、もう無理ない、これもう。一人だったら意味ないって。山倉スピー頼んだで。え、死ぬんすか、マイくん。じゃあ、マイくん、お疲れした。お疲れっす。友人のスピーチを任せた。よし、では。明日は楽しみですね。友人スピーチじゃなくて、幽霊スピーチなのかもな。イベントできましたね。一人です。いいでしょう。どうせ僕がしないと、無理なんでしょう。ごめんけど、視聴者みんなビビってるとか言ってるやつおるけど、怖ないからね、俺。正直な話。タトゥー入ってるし。うん、影か。影じゃボケ、こら。おら強いんじゃ、こら。まあ、明日ね、結婚式あるということで、もうこれ仕方ないことです。明日の結婚式の無事を祈って、南無妙法蓮華経。もう、何泣くなよ、犬も。仕方ないか、犬は。それで何かを伝えるしか言えへんから。これ何？かけか。怖ない。こんなドレッドでイケイケな音がビビってるわけね。うわ！ちょっと待って、終わった。ちょっと待って、こっちか。でも、めんどくさいわ。いや、行き払なってきた。やばいかも。
無理無理、ちょっとこっきたかん、ちょっともうええって、ちょっと待って角角ちょ、俺は強い強い、来週俺タトゥー行くんで全然怖ないっす、タトゥーの痛みの方が怖いんで、しかも次命って入れるんで、力と力水です、力強い、筋トレも最近してるんで上半身頭筋も強くなってるんで、普通に勝つためになってるんで、外ちょ、待て、今聞こえた？MA君がなんか山ちゃんに言ってたやん、止まれへん止まれへんって、 あれ実際どうなん？前のやつは確かにジャンケン俺負けて、けど今回は前山ちゃん、そう俺、その前誰、その前も俺やった、俺でもう一回そのジャンケン負けたけど、うん、ここは止まってもノーカンなっていうので、うん、ジャンケン負けて止まって、なるほど、で今回ジャンケン負けたのが今井君から MA君、順番はもうちょ、待って外から変わるな、何や、ちょ、なんか動いたぞ、こんなに、もう何の音、もういい、ちょっと頭痛い、ちょっとフラフラする、立ちくらみや、これちょ待って、おい、なんすかマジで、来たやろって言ってないっすよ、ちょマジでもうえってお前、ちょもうほんまに、じゃ起きろよお前、ちょ、ま、マジで一回起きろ、何なんお前マジで、もう目ピクピクしてんの分かる、痙攣起きてんねんて、俺ガチやねんて、俺それで止めたもん、もうそれでいきなり帰ってきたもん俺、お前カメラ持ってきた、カメラ、え他3台は、いやさすがに5、あライトも、そう別に俺の仕事ちゃうしじゃあお化け映ったん、もう俺に今入り込んでる、音も入ったん、もうだからそれをお前らちゃうんかって聞いてんねん、あの音明らかにおかしいやろって話してんねん、起きろよこらお前、もうな立ちくらみ、その瞬間に立ちくらみしながらもフラフラしながらこう戻ってきてんねん、どんな音だよ言えよ、いやもう明らかにたなんかもうありえん、ガンガシャンガタンカンどれだよ、気が動転してて覚えてると思うか声出しながらやからこっちだってテンパとお前撮ってこいよ早くカメラ、お前山村お前の仕事じゃん、お前撮れよ、なんでやねんこれ、それ言えよじゃあ最初から、止まってるとかいつも回収してたじゃん、でだからこっちはもう無理なんて、囚われてんやんって俺、ちょっとやばい止まってください、でもう止まってる、でまず俺の目の下止めらなあかんやろ先呪われたから終わり、いや呪われたから終わりでおかしいでしょじゃあお前ら行けやの、のんきによ、いや俺明日結婚式なんすよ、関係ないわな、中止じゃ中止、こんなもんあそこ式場にしたらええやんけお前ら、俺ほんでもう婚姻前二度と止まらん、乱れるから自律神経視聴者のみんなそれでやれって言われたら別にいいけど、その視聴者のコメントが人殺しになっちゃうからね脅迫罪になっちゃうからね、それはみんなのせいなんでよろしく、明日の俺その友人のスピーチ全部えぐいことなんで、多分昔あるところにスタートになんでもう怪談話になってんの俺、それで明日のスピーチ怪談話話してたら、あもうこいつ呪われてたんよ、怪談話じゃないんですよ昔話